様でございます、えー、今回ですね1月の YouTube の私の実績についてね、えー、ちょっとお話ししてそこから YouTuber を目指されてる方に何で成果が出ないのか何で稼げないのか何でね、えー、自分の YouTube 発信しっかりやってるのにマーケットからの反応がいまいちなのかってことをねお話ししていこうと思います、えー、私はね 1>, 1月の YouTuber としての実績なんですけどもチャンネル登録がね200人200数十名の方が増えてるんですよでこれをシンプルに考えると私の場合は4ヶ月か5ヶ月ぐらいでチャンネル登録が1000人増加するっていうふうな流れになってますそうなるとチャンネル登録1000人を超えるとね一応収益化が達成されるわけなんですよつまり私はこのペースでいくとですね毎毎月、毎月200人前後、 視聴者さんが増える。時には300人っていうところもあるんですけども、そうなってくると、4ヶ月とか5ヶ月に一度、収益化のチャンネルを作ってるのと同じ効果を出しているってことなんですよね。まあもちろん、この隠居 TV っていうチャンネルは、あの別にね、えー、じゃあ1000人増えましたからといって、別の新しいチャンネルに対して最初から収益化の権利が与えられるって問題はないので、えー、過去に取ってしまった収益化っていうのはね、そのままずっと一つのチャンネルで、 えー、いくら人数が増えようとも、まあ、あんまり変化なくね、続いていくもんなんですけども、ただ、今ね、まだチャンネル化、チャンネルの収益化がなされてない方がね、同じように、じゃあ3ヶ月、4ヶ月、半年やったからといって、収益化になってますかっていうと、人によっては何年やっても収益化になってないはずなんですよ。で、ここに大きな違いをちょっとね、感じていただきたいかなと思います。じゃあね、私がね、昨年の夏に、えー、サブチャンネルを一つのテーマに絞って、 収益化に10日間ぐらいでし、えー、しましたこれは、まあ、狙って大いにやってるわけなんですよだから、まあ、言ってみればいつでもねそれはできるんですよね一つのテーマに絞りメッセージを強く掘り込んでいって、えー、そしてあのいわゆるねバズるキーワードとバズるサムネイルを作るってことなんですよね、まあ、そうすると一気にファンが増えるってことなんですよそれは皆さんの前でお見せしたんで、えーまあ、確認していただけたんではないかなと思いますね で、今私がやってるこのね、隠居 TV っていうチャンネルなんですけども、もうとにかくジャンルを絞ってないわけなんですよ。だから、チャンネル登録の人数は増えにくいわけなんですよ。こういうふうなことをするとね。しかし私は別にこのね、あの、隠居 TV っていうチャンネルの広告収益で生計を立ててるわけじゃないんで、それはどっちでもいいんですよ。広告収益が入ろうが入る前が。重要なのは、 マーケットがどのネタに敏感なのかなってことを様々なジャンルをやる上で再生数なりチャンネル登録の増減なりで測ってるわけなんですよねで。そういったマーケットをリサーチしながら動画を出してるから毎日の動画のアップロード本数が多いわけなんですよ。だからリサーチしながら新しい視聴者さんとのつながりを作っていくという形でございます。そして毎朝5時半にライブ放送やってますよね。これももう10年になるわけですよ。もちろん放送時間は変わったりね。 えー、放送時間帯が、いろいろと変化をもたらしたりとかしてますけどもね。で、そうやって私ですらやっぱりこうね、YouTuber としてテストテストテストを毎日やってるわけなんですよ。うん、で、こうなるとね、まあ、1日に1本の動画のアップロードとか、2、3日に1本の動画のアップロードで、この本業として YouTube をやっている人に追いつけるかなってことをシンプルに考えてもらいたいなというところなんですよね。そして以前の動画でも何回かお話し,しましたけども、 自分のアップロードする YouTube に対する視聴者さんの反応によって自分の YouTuber としてのレベルが測れるってことを申し上げました。まず第一段階はコンスタントに動画を出してるかなっていうことですよね。まあこれは自分がやることですから、あの、まあ最も簡単なハードルと言います。その上で、その動画が再生されてるのかなっていうことと、チャンネル登録がちゃんと増えてるのかなってこと、ここにもこだわっていきたいですね。 タイトルやサムネイルを変えることによって、ここはいかようにも変化を加えることができます。ですんで、いつでも同じ再生数、いつでもチャンネル登録の伸びも同じぐらいってことになると、サムネイルやタイトルにちょっとした工夫が必要なんじゃないかなというところなんですよね。で、自分で考えてもダメだと思いますんで、コンサルが絶対に必要になってきます。コンサルでいただいた内容をそのまま実践して変化を確認してみると。で、うまくいくようだったら、 そこを伸ばしていって、うまくいかないようでしたらね、別の方法をまたコンサル受けていくってことになります。はい、そして、チャンネルがどのぐらい反応がいいかっていうのは、コメント欄にも現れてるんですよ。コメントがよく入る、そんな動画。ね、それから、アンチコメントが中には一部含まれてるかなってことなんですよね。で、アンチコメントっていうのはね、通りすがりのアンチコメントもあるんですけども、ずっとね、同じ人が動画を出すたんびに、あっちこっちとアンチコメントを書くっていうのは、これまた大事なんですよ。 というのがあの、アンチコメントを書く人ってね基本的に他の動画を見ないんですよ。うん。だから固定ファンになるわけですよね。でしかもそれはかなりアナリティクスに強い影響を及ぼしますのでアンチコメントを書いてる人はいろんな意味で書いてるんでしょうけども動画を発信する方としてはねおいしいことしかないわけなんですよ。だからやっぱりねアンチコメントが入るぐらい自分のはっきりとした主張をそこに書いていく。 自分の個人的な見解で自分は白なのか黒なのか右に行こうとしてるのか左に行こうとしてるのかってことをきちんと書くもしくはそういうことを話すってことが大事になってきます誰もが当たりそうのな,ないね誰が聞いても中立な意見っていうのは YouTube ではねあまり求められてないわけなんですよお前はどうなんだってことをねやっぱり強く主張する必要があると思います、ねえー、それからですねあのー、やっぱり直接の連絡が来るかどうかですよね 直接自分のところにメールなどで連絡が来てますかってことも大事です。うん、で、売り上げを立てようと思ったら、広告収益の他に、視聴者さんから直接お金をもらうっていうことがあるんですけどね。でその前の段階として、視聴者さんがメールをくれるかどうかってこと、すごく大事になってくるんですよ。メールを書く手間すらかけてくれないような人が、商品なんて買ってくれませんからね、えー。で、メールをいただけるようになると、商品を売るのも、商品が売れるのも、あと一歩っていう形になって で、多くの YouTuber さんがなぜかね意味のない動画をアップロードします何をもって意味をないとするかっていうことはこれはね私明確に定義してますあの定義してない方はねやっぱり定義が必要ですんで私と同じじゃなくてもいいから定義をしてもらいたいと思いますけどもあの自分の出した動画にね問題解決が含まれてるかってことなんですよ意識してよし今日の3分の動画はこれに対して問題解決をお打ち出していくぞっていうふうにするかね それが価値の提供なんですよ、うん。視聴者さんが何か悩みを持った時とか何かね楽しみたい時にそれがちゃんとできてるかどうかってことを意識をしてこちらからメッセージとして打ち出していかなくてはいけないんですよね。ですので私の動画ってのはじゃあまとめになりますけどもっていうふうにしてそれまでの動画を整理する終わり方になっているのが多いと思うんですよ。じゃあまとめになりますねっていうとそのまとめ以降を1分とか2分でしっかりと最後を聞いてくれるってことになりますしそうなるとね視聴維持率も高まるわけなんですよ。 で、それを私の動画のスタイルにしてるわけですよね。まあ、これが、ああ、毎月毎月、200人から300人視聴者さんを増やすコツなんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあ、こういうふうにね、自分の動画を分析して、その動画をどういう意図で持ってるのかってことをちゃんと、こうやって話せますかってことも大事です。はい。今ね、私ね、あの、7、8分の動画としてお話してますけども、あとね、2分くらい話したら10分になるでしょ。うん。で、これ、カウンターとか何もないわけですよ。<laughs> でも、自分が話している内容が何分くらいなのかってことは、大体当たりがつくわけなんですよ。えということでえ、大体8分になりましたんで、終わりますね。はい、お疲れ様でした。